タリエーベースオースタリエーベースオースは、ノルウェーの詩人、作家。テレマルク県のビニエに生まれた。20世紀ノルウェーにおける第一級の作家、戦後ノルウェー最高峰の作家、等と評されている著名な作家である。若年期の多くを孤独に、自然に安らぎを求めながら過ごした。両親の農家を継がなかったことを多い目に感じ、それが著作によく反映されている。 第一次世界大戦がもたらした惨状に大きな衝撃を受ける。作家であるホールデス・モレン・ベシスと結婚し、故郷であるビニエに1934年に帰った。著作活動は1923年から1970年までおよそ50年間に及んだ。著作は2位の四で書かれ、簡素で象徴的な三文である。物語の登場人物は田舎に住むごく普通の人々。 作中では深い洞察に満ちた人間心理が描き出されている。ベースオースの物語は田舎に住む世俗的な人々の人間ドラマについてのものが多く、人間の心理への深い洞察に満ちている。テーマとなっているのは死、罪、不安などの人間の根源的な悩みである。ノルウェーの自然景観は彼の著作の中で象徴的な効果を与えている。 諸女作は1923年のチルドレン・オブ・ヒューマンズであるが、彼の名声が高まるのはザグレートサイクル、現代、デッドストアスピーレットが1934年に発表されてからである。ベースオースの卓越した言葉遣いは、それまで文学的地位の低かった2位の宿、ランスモールを世界的な文学に耐えうるレベルにまでの仕上げた。最も有名な著作は氷の城である。 田舎の乾燥で暮らす深い絆で結ばれた二人の少女のお話。ティーバーズは田舎に暮らす白地の青年、マティスのお話。マティスは鋭い感覚や想像力を持っているが、彼の感覚は周囲の村人に理解されず、悩み苦しむことになる。多数の文学賞を受賞している。グランダル・エス・インド・ウォーメントを1943年に受賞。ザ・ウィンズの発表により、 ベニスプライズを1953年に受賞。ザ・アイスパレスの発表により、ザ・ノルディック・カウンシル・エス・リテラチュアプライズを1963年に受賞している。ノーベル賞受賞が取り沙汰されたことが3度ある。多くの著作は英語に訳され、出版されている。中でも、ピーター・応援パブリッシャーからは、スプリング・ナイト・ザ・バーズ・スルー・ネイキッド・ブランチーズ。 ザアイスパレスが出版されている。日本語訳された著作は氷の城のみであり、1972年に福田隆氏によって訳され、新潮社から出版されている。ありがとうございます。